気伝承エンゲルアイ陶器伝承エンゲルアイ ストーリーモード。こんにちは、私天使のエンゲルちゃんです。今度天使より偉い大天使になるための試験があるの。地上に降りてね、他の天使たちと戦うんだって。それで一番強かったものが大天使になれるの。私たち天使は体を持ってないから、地上の選ばれし乙女の体を借りて戦わなきゃならないの。さて、どの乙女の力を貸してもらおうかな。本当に君が行くというのかね。はい、ぜひ私を。そうか、わかった。君にお願いしよう。ありがとうございます。生徒たちには？自分から言います。では、失礼しました。ねえ、本当に行っちゃうの？ええ、決心は変わらないわ。悲しむよ、みんな。というわけで、今日の物理は授業をしません。ラッキー、やったぜ。その代わり、試験を行います。抜き打ちかよ。みちこちゃんらしくないぜ。正々堂々と勝負しようぜ。ごめんね。今日が最後の授業だから、みんなの今までの勉強の成果を見せてほしいのよ。最後ってどういうことなんですか？私は今日限りでこの学校を辞めます。どうしたんだよ、みちこちゃん。授業料でも使い込んだのがバレてクビになったのか？南のね、離れ小島の分校に行くことになったの。そこね、誰も先生がいないのよ。冗談だろ？冗談なんだろ？みんな、今までいろいろとありがとう。さあ、試験を始めます。みんな、頑張ってね。あら、どうしたの？ヤオイさん、アリスガワさん。みちこ先生、学校辞めちゃうって本当なの？ええ、そうよ。今度は南の島の子供たちにね、勉強を教えに行くの。ま、せいぜい頑張りなさいね。あらあら、ありがとう。あのね、先生。何、ヤオさん。言いたいことははっきりと言いなさいよ、ちびこ。わかったわ、ヤオさん。口で言えないことは拳で語りましょう。さ、校庭へ。もしチビコが勝ったら、この学校を辞めないで。いいわ、約束しましょう。でも、勝てたらの話よ。よし、チビコ絶対負けないぞ。せいぜい頑張りなさい、チビコ。あう？Oh!
ごめんね。私にはどうしても行かなきゃいけないわけがあるのよ。ちびこちゃん、ちょっとかわいそう。先生、元気でね。ありがとう、八尾さん。あなたも頑張ってね。それから、できるだけそうします。あら、レイカさん。それにライヤ。先生、どうしてもやめてしまうの？ええ、どうしてもね。俺たちが止めてもかよ。ええ、私には行かなきゃいけない理由があるから。わかりました。それじゃあ。最後に俺たちと戦ってくれよ。そう来ると思っていたわ。いいわ、ここで勝負よ。よーし、それじゃあ。待って、ライア。今日は私からやらせてもらうわ。レイカ。そう、あなたからね。あなたには以前から心に強く秘めた何かを、それを見せてもらいましょうか。ええ、でも、暑いですよ。やけどしないように、気をつけてくださいね。ご指導、ありがとうございました。レイカさん、その熱い心を忘れないでね。それから…何ですか？黙っていては気持ちは伝わらないわ。とりあえずぶつけてみることね。副会長さんにもね。努力してみます。次は俺だぜ、俺。はいはい、と言っても、もう今日は暗くなっちゃったわね。そりゃねえぜ、先生。私ね、明日の夜に出発なのよ。だから明日の夕方、またここで勝負ってことじゃダメかしら。わかったよ。じゃあ明日の夕方、ここで待ってるぜ。ええ。本当に行ってしまうのですね。ええ。今日であなたともお別れね。
寂しいです。親友のあなたともう当分会えないなんて。女の友情っていいわね。お願いです。私とも記念に戦ってください。あんた、ちょっと酔ってない？表に出ましょう、みちこ。勝負です。レディー、オン！負けてしまいました。フジコ、泣かないでよフジコ。朝まで二人で飲み明かしましょう。ええ、私まで泣きたくなっちゃうじゃないの。ねえねえ、みちこさん、大丈夫なの？朝まで飲んでたのにバイクに乗っちゃって。ちょっと飲みすぎちゃったかしらね。これって完全に飲酒運転。大丈夫？みちこさん。気持ち悪い。もう、飲みすぎで事故っちゃうなんて。でも、怪我の方は？このくらい、平気よ。そんなこと言っちゃって、頭から血が出てるよ。早く病院に行きましょう。私には、そんな時間はないのよ。あの子との約束が。約束って、ライアさんと戦うこと？ええ。今日はやめましょう。ライアさんもきっと分かってくれるよ。ダメよ。約束は約束だもの。こんな体じゃ、戦いどころじゃないよ。そうかもね。ねえ、エンジェルちゃん、お願いがあるんだけど。何？あなたの力、貸してほしいの。この体じゃ、私はまともには戦えない。でも、あなたが力を貸してくれるんなら。わかった。私、みちこさんのために頑張るよ。ありがとう。おっせえな。忘れちゃったんじゃないだろうな、俺との約束。忘れるわけないでしょ。大切な教え子との最後の約束だもの。どうしたんだい、みちこちゃん。その怪我は一体。
大したことはないわ。さあ、勝負よ、ライア。でもそんな体で。つべこべ言わない。かかってらっしゃい。みちこさん、頑張って。私も精一杯頑張るからね。みちこちゃん、やるじゃねえか。まあね。それに、エンジェルちゃんが力を貸してくれたから。私、頑張りましたよ、みちこさん。なあ、みちこちゃん、やっぱり行かなきゃダメなのか？ええ。わけくらい教えてくれよ。大したわけじゃないわ。私の生まれた町には先生がいなかったの。でもね、その代わりに勉強。へえ。教師でもないのにね。一生懸命私たちに勉強を教えてくれたわ。そ、私も将来この人見たくなりたいって。どんなところにいる子供たちにも勉強を教えてあげたいって。みちこちゃんらしい理由だね。ライア、私がいなくなってもちゃんと勉強するのよ。まあできるだけ頑張ってみるよ。みちこちゃんこそ。あ、いいな。ちくしょう。せめて、今までありがとう、くらいは、言わせろよな。展開に来ちゃいました。どうして？私たちが地上に降りたすべての天使を倒したからですね。よくぞ試練を乗り越えました。天使とそれを体に宿し者よ。大天使様、あなたたちに最後の試練を与えます。私と戦い勝利しなさい。そうすればあなたを大天使と認めましょう。ダメですよ、こんな体じゃみちこさんは戦えないです。いいえ、戦いましょう、エンジェルちゃん。その体じゃ無理だよ。あなたは私がライアと戦うのに力を貸してくれた。今度は私があなたに力を貸す番よ、みちこさん。二人で大天使様を倒しましょう。あ、はい。
よく試練を乗り越えましたね。あなたを大天使として認めます。ありがとう。ありがとう、美智子さん。お礼を言いたいのは私の方よ。あなたに会えて本当に良かったわ、エンジェルちゃん。私もです。それじゃあ、さようなら、美智子さん。南の島に行っても、頑張ってくださいね。ええ、さようなら。ああ、今日からもう学校には来ないんだよな、美智子ちゃん。そうね。でも今頃、南の孤島の分校で子供たちと楽しくやってるわよ。そっか。そうだよな。みちこちゃんのことだもんな。皆さん、おはよう。さあ、今日もビシビシっと行きますからね。教科書を出して。先生、南の島の分校に行ったんじゃ。それがね、一昨日の夜に亡くなっちゃったのよ、島が。島が亡くなった？海底火山が噴火してね、小さな島だから沈んじゃったの。だから、これからもよろしくね。よかったね、みんな。We'll be right back.
ダメよ。甘く見ないで。